昔は向けた昔話っていうのはな冬の寒い時にこたつの中で親と一緒にながら話を聞くんがもう多いかったですな今日晩昔話をして「いや今日はくたびれとるからお母さん寝してほしい」。 話をしてくれんとねんぞ言うとほんならあのー、ほんなら一つだけ話をしちゃろう。じゃあな長い話をしちゃるからな寝るんでうん長い話をしてくれたら寝る。じゃあな長い話をするぞ長い話はな長崎からおこわが来たんじゃどん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 おこなを持ってきょうるもうどこまで来たかな広島へんまで来たかな。 ああ福山の方にまで来たかなもう岡山の辺まで来たかなそれからどん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 やってきてああ太郎ちゃんの家に辺まで来たかな次郎ちゃんの家に辺まで来たかなき子ちゃんの家の辺まで来たかな花子ちゃんの家まで来たかなう子ちゃんの家にまで来たかなどん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 まだまだ来るんじゃって。 もうそんな話じゃなくてもっと面白い話をしてそうかほんならもう一つ面白い話ししたろうか長い話じゃなくって短い話をした。昔はははけた、話はた話げこれで終わりじゃこれもね昔話を話してもらってもうち度いと話をして。 言ったらほんなら昔話しちゃろうか。昔は向けた話ははげた終わりというようなもう言ってみるともうこれでは話は終わりですよという時にねする話なんですね。昔は向けた話ははげた。昔の無じゃから向けたになる。話のはじゃからはげた。ちょうど印を踏んで昔は向けた話ははげたでその話を終わりにする。 まあ、一種の形式端というんですけど形式で内容のない話話の内容はないんですけどそれで話を終わりにする話です。